はい、今日も西田理沙のニッコリーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今日は以前、グルテンフリーのお店をご紹介したりとかしてるんですけど、私矛盾しててごめんね。なんかグルテンフリーばかりを食べているわけではなくって、お菓子を紹介したくて。というのは、皆さんカールのおじさん知ってる？カール？そう、カールのチーズ味って、今関東に2017年5月以降販売してないんですよね。そう、それでその話を九州に、ご実家があるファンの方にお話をしたところ、なんとクリスマスプレゼントでカールのチーズ味をたくさん送っていただきました。ありがとう、もう本当嬉しくて、いや、びっくりした。もう優しいね、こう私が何かが欲しいって言うとこうして送ってくださって、本当に感謝してます。ありがとうございます。びっくりした。なので今日はちょっとここで紹介したいと思います。じゃーん、わー、いっぱい、ありがとうこれがカールのおじさんだね。わー、いっぱいですね。ありがとうございます。もうこんなにたくさん送っていただいてありがとう。なんかカールって1968年昭和43年に日本初のスナックとして誕生したカールなんですって。もうね、これでノンフライだということで、結構ノンフライって、敏感なんだよねそう、それでカールができるまでっていうのもちゃんとこうやって書いてあるんですよね。トウモロコシを細かく砕いて強い圧力をかけて空気中に吹き出すと急に膨らんでカールの形になるんだって。知らなかった。そして3つ目、オーブンで乾燥させて、4つ目最後味をつけて、それから販売されているということです。美味しいよね。なんかありがとうございます。で1個ね、これね、もう早速開けちゃったのそう、あー、いい匂い。本当にこうカールの形って可愛いよね。で、あと私のマネージャーさんもなんかこうカールが好きで、というかこのチーズ味が好きみたい で、そんな話もこうファンの方に、ちょっといただいた方にしてたんですよね。だからそういったこともあって、こんなにたくさん送っていただいたんだと思います。本当にありがとうございます。本当なんか、あ、欲張っちゃったうん、おいしい。カールって軽いから止まらないんだよねなんかお菓子とか甘いものとか自分の好きなものを食べてる時って幸せになるよね。そう、でもね、こう食べ過ぎてはいけないので、まあ時間とかおやつとかの時間とかで決めていただきたいと思います。ちゃんと独り占めしないよ。独り占めいつもしてるので、私本当にケチだから、なんかみんなにね、お裾分けしないとと思って、今回はちゃんとお裾分けしますそうなの、私自分のもの、好きなものはあんまりあげたくないからって言って、私3人兄弟なんですけど、お姉ちゃんチャイちゃんと10個離れてて、でお兄ちゃんあんちゃんが7つ離れてて、そうだから、もう小さい時とかも私がほらちっちゃくてもみんな大きくなってる感じなので、こう食べたいものとかもすごい最後の最後まで残しといて食べないとかっていうのがあったりとか、そういう癖がずっと取れなくて、今でも自分の好きなものは最後まで取っておいて、そう、あとは欲張りだからあんまりあげられないっていう良くない癖がありますはい、でも今回はちゃんとこれは分けて皆さんと美味しくいただきたいと思います。もう本当にこんなにたくさん送っていただいてありがとうございました。もう本当感謝してます。はい、
それでは今日も西田梨沙のニッコリーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございました。もう本当になんかこうオールジャンルというか、こう私がいいと思うものとか日常のこととかをいろいろとここでアップできたらいいなって思っているので、よかったらチャンネル登録もお願いしますはい、それでは皆様気をつけてお過ごしください。そしてゆっくり休んでね。それではまたね。バイバーイ。